ケーブル駆動式、ピープルムーバーのペアで、バーミンガム空港及び空港駅に連絡するエアレールリンク。エアレールリンクは、イギリスにあるバーミンガム国際駅及びナショナルエキシビションセンターとバーミンガム空港を結ぶピープルムーバーである。現在のシステムは、当初はスカイレールとして知られており、2003年に以前のバーミンガム時期浮上式鉄道システムを置き換えたものである。 バーミンガム磁気浮上式鉄道は1984年に開業した世界で最初の商用磁気浮上式鉄道の輸送システムであった。当システムは完全に自動化されたコンクリート製ガイドウェイ効果を使用しており、それらの多くは現在のエアレールリンクシステムに再生利用されている。現在のシステムは高い木座橋の駅コンコースから2車線の車道を越えて、 ターミナルビルへ向かう旅客を乗せるための完全な自動化ケーブル牽引システムである。当システムの延長は585メートルであり、無料で利用可能、かつ年間300万人の旅客を取り扱っている。日中は列車は各深度で数分ごとに走行している。オフピーク時間では列車は要求に応じて運行されており、かつこれを要因にするために、 利用する旅客者がデマンドラベルがついたボタンを押す必要がある。バーミンガム国際実機浮上式鉄道シャトル。空港から駅及びエキシビションセンターへの接続のための最初の事前調査はウェストミッドランズ州議会。その時の空港の所有者によって1979年に開始された。選択された解決方法はダービーのイギリス国鉄研究部門の研究所にて、 イギリス政府より委託された実験研究に基づいている。ジョン・ライング PLC と一緒に、ピープルムーバーグループの名の下で GEC、バルフォー BT、ブラッシュエレクトリカルマシーンズ及びメトロポリタンキャメルを含むコンソーシアムへ1981年に契約が与えられた。車両はバーミンガムにあるウォッシュウッドヒース工場にてメトロキャメルによって製造された。当システムは 1984年8月16日に開業した。建設されたようにトラックの長さは600メートルであり、かつ列車は15ミリメートルの高さで飛び交っていた。等路線は約11年間問題なく運行されたが、電子システムに関する陳腐化問題及び予備部品の不足は晩年には信頼できない状態であった。当システムは高すぎる。 直浮上式鉄道の復活及び維持するための費用についての最終調査報告により1995年7月に閉鎖された。当初、直浮上式鉄道のための車両は空港敷地内に空港の所有者バーミンガム国際駅空港車によって保存された。閉鎖後はオリジナルのガイドウェイは休止中の状態にあり適切な代替手段の開発が見つかるまで一時的に シャトルバスサービスが運行された。ガイドウェイは交代ケーブル牽引のスカイレールピープルムーバーが開業した時2003年に再利用された。磁気浮上式鉄道車両の一両は当システムのモデルだけでなく、ヨークにあるイギリス国立鉄道博物館で見つけることができる。もう一つの車両は当システムの閉鎖以来、空港で使用されていない状態だった後に2010年、 後半にイーベのオークションで売りに出されていた。ナンバー2の車両は2つの事前団体に収益を送るために25,100ポンドで売られた。新システムは既存の1980年代のコンクリート製、磁気浮上式鉄道ガイドウェイ構造の上部に導入された。地漢プロジェクトは2001年3月30日に開始され、 かつ公共運行の初日となる2003年3月7日に完了した。当プロジェクト契約の費用は1100万ポンドであった。現在のエアレールリンクはケーブル推進式ダブルシャトルシステムである。以前の直期浮上式鉄道ガイドウェイの上部に作られており、低い木沢橋のバスステーションに対応するために液コンコースの拡張によってわずかに短縮されている。 ドッペルマイヤーケーブルカーからケーブルライナー技術を使用しており、そして二つの独立したロープ券ン式平行トラックを持ち、かつかトラックで2両編成の旅客車両を運行している。バーミンガム空港リンクは DCC の最初の空港システムで1995年以降運行していた一時的なバスサービスを置き換えた。新システムは空港に移動する旅客が自宅に 彼らの車を置き、公共交通機関を利用する動機を与えた。延長585メートルのエアレールリンクは、90秒で、公共交通機関の乗り継ぎ駅から、空港の搭乗手続きまで旅行者を乗せている。エアレールリンクは、各2両編成の列車が2編成からなる、2つの駅のダブルトラックシャトルであり、時速36キロメートルの速度で独立して、運行している。列車は、 各駅での30秒の滞留時間及び90秒の移動時間からなる120秒の最小限の運転間隔で運行している。各車両は1人当たり0.33平方メートルで27人の旅客を乗せることができ、よって1列車につき54人の旅客定員に寄与している。ありがとうございます。